はい、本日はですね、こちらパタゴニアのフーディニを紹介していきたいなと思います。もうパタゴニアの中でも名作の名作ということで、とうとうこちらを紹介していこうではないかということになっているんですけども、こちらのフーディニはですね、ソフトシェルジャケットというのに分類するんですね。ソフトシェルって言ったら要は何っていうと、めちゃくちゃ薄くて、軽い感じの、ジャケットっていうことになるんですけど、そういうアイテムってね、結構使い勝手がいいんですよね。僕は冬場になったらよくインナーダウンをご紹介したり推薦するんですよ。めちゃくちゃインナーダウンいいんですよ、使い勝手めっちゃいいですよって言うんですけど、次春とか夏とかになって何がいいのって言われたら、このソフトシェルがめちゃくちゃいいですよっていうのをいつも言うんですよね。でそれこそですね、こちらのパタゴニアのソフトシェルは今回初めて購入したんですけども、それ以外にあったら手元に今ノースフェイスのね、こういったソフトシェルジャケットがあったりだとか、それ以外にあったらカナダのブランドのね、アークテリクスというのもね、こちらのソフトシェルジャケットを持ってたりだとかしてね、このソフトシェルジャケットがいかにいいのかというのはもうそれはもう完全に分かっておりますので、パタゴニアもいいんだろうということで、これ人によってはですね、パタゴニアの中で一番いいって言われたりするんですね。でパタゴニアといえば、僕が今この着てるキムタク御用達のスナップティーちゃうのとか、あとはレトロ X 違うのと思いきやですね、実はこのフーディニがもう一番いいんですよっていう人もいてはるぐらい、このフーディニっていうのはパタゴニアの中でも名作らしいんですよね。ほうほうほう、ほんならじゃあ一回買ってみようやないかということでね、今回の紹介の動画の中ではですね、こういったノースフェイスとか、あとはアークテリクスと比較することっていうのはなくて、次の動画で比較動画っていうのをもう出そうかなと思ってますので、それはそれで比較してもらっていいんですけど、まずはね、この紹介動画ではレビューを作っていきますので、こちらの特徴をね、お話していきたいなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まずですね、このフーディニの、見た目をね、ざーっと見てもらって、ポケットがどこにありますかという話して、で次には特徴ですよね。このフーディニといえば真っ先に何が一番すごいのって言ってもこれなんですっていうところを話して、で次にはデメリットとは言いながらも、こういう人にはあんま向いてないと思いますよみたいな話をして、でその次におすすめの人ですね、特にこういうシーンとか、あとこういうやり方する人はもうめちゃくちゃ向いてますよみたいな話をして、最後はサイズでおしまいにしていきたいなと思います。ではまず最初は形から見ていきましょうか。フーディニと言ってね、これはソフトシェルで最初に言ったんですけど、軽いんですね、めちゃくちゃ軽いんですけど、軽いっていうことはそれだけ生地もね、結構薄い感じになってて、本当にね、透けるぐらいの薄さなんですよ。だからこうオレンジだからそんな目立たんか、ラーで着ちゃうとね、ちょっとね、この胸のところのね、このラインがちょっと男性やったらちょっとラーで着ちゃうと、ちょっとへばりついちゃったらもう嫌だって感じになってくると思うんですけど、それぐらい薄いということになってて、見てもらうとポケットがね、胸のところにポケット1箇所ありますよということになってるんですけど、実はポケットに関してはここだけなんですよね。胸ポケット1箇所しかないんかということで、他にポケット探すじゃないですか。脇のとこもないよね、後ろのとこもないよね、ほんまやな、ここの1箇所だけなんですねということで、この1箇所のポケットにも実は意味があったりするので、それはおいおい喋っていくとして、で次はメインのポケットですよね。ガーッと開けていくと、普通に開くんですけども、これは別にダブルジップとかじゃなくて、シングルジップになっておりますので、1箇所、開けるか閉めるかしてやってくださいねいう感じで、内側にも、ね、ポケットはないですね。こうやって開けたら分かるんかな、めちゃくちゃ生地薄いっていうのがね、めちゃくちゃ薄いなっていうのが分かるかもしれないんですけども、それぐらい薄いよということになってて、ちなみに薄さで言うとどれぐらいなんやろうな、15デニールやから、めちゃくちゃ薄いですよね。15デニールしかないんかいうことで、めっちゃ薄いんですけど、オンスで言ったらなんか1オンスかなんかとか言ったような気がするから、T シャツとかでね、1オンスの T シャツなんかもそんなもんよう切れませんっていう感じだと思うんですけど、それぐらい薄いっていう感じですよね。で形としてはフードのあるタイプになってるんですけど、これはフードのないバージョンとかもあったりするらしいので、このフーディに関してはね、フードはあるんですけども、スナップディタイプ、こういうタイプのこのシャカシャカバージョンもあるんですね。やったらフードがなかったりもするので、その辺は自由に選んだらいいかなと思うんですけど、今回はフード付きのフーディニを選んでますね。でだからフーディニって言うんでしょうけど、その袖口はね、次はゴム入ってますわ。手をさって入れるだけで勝手に自動的に伸びて自動的に縮んでくれるっていうような、ほんまに洗礼されてますよね、こういうソフトシェル系はね。だから無駄がないし、とにかくすごいんですけど、だから他のブランドってなかなかこういうソフトシェルは作れないんですよね。作るのに多分かなり開発費かかるし、余分なもん抑えていかなあかんから、大変だと思うんですけど、そんな余計な話は一回置いといて、じゃあ次値段じゃなくて軽さからいきたいなと思います。
あ、これがじゃあ軽い軽いって言ってるけどどれぐらいの重さになってんのというと、一応メーカー表記ではなんと 105g なんですね。で 105g というとちょっとピンとこうへんかもしれないんですけども、あのパソコンとかね作業される方だったら分かると思うんですけど、マウスってありますよね。あのネズミじゃない方のチューチューじゃない方のマウスあるじゃないですか、あのコロコロする方のマウスね。でそのコロコロする方のマウスがなんと大体 100g ぐらいらしいんですよ。でもマウスぐらいの重さしかないからめちゃくちゃ軽いんですよね。でそれ以外にやったら何って言ったら単一の電池で一番大きい電池なんですよね。あのまあこれぐらいかな言うでも。でその電池をでも 140g するから、それ電池よりも軽いんですよ。だからめちゃくちゃ軽いということで、まあ、軽さは分かってもらえると思うんですけど、まあ、これを聞いていただいている方の中でね、いや正直軽さなんかあんまどうでもいいねなって思ってはる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は軽いのって後々喋っていくんですけど何かしら便利なんですよね。軽いっていうことだけでも、あじゃあ一応持っていこうかとかもできるし、まあ念のためにみたいなこともできるんですけど、ちょっとかさばったり重かったりしたらもうええかみたいな、置いとこうか、一区橋か雨降るかもしれんし寒かってもええかとか言いながら出て案の定寒いみたいなことってあるじゃないですか。だけどこういう軽いのは、まあ、とりあえず軽いし、なんかもうマウス、そのパソコンのねマウス1個ぐらいのもんやから、まあ別に入れとって損ないし、まあ、寒かってあの着るときは着たいし、最悪着ひんかってもカバンの中掘り込んでても、まあ、そんな重さ感じひんかいうことでね、ほな持っていこうかって考えると、あ確かに軽さで大事やなってここでなってくると思うんですけど、それくらい軽いと。なのでよく一般的に言われてる洋服でね、じゃあ例えるなら T シャツとかあるじゃないですか、半袖の T シャツね、この僕今中に着てるんですけど、この T シャツとかやって大体 200g とかって言われるんですよね。だから T シャツの半分ぐらいの軽さしかないから、まあ、何しかめちゃくちゃ軽いっていうのが分かってもらえると思うんですけど、まずこのフーディーの最大の特徴といえば軽さなんですよということになってて、じゃあ次には何かというと、軽いだけじゃなくてやっぱりアウトドアメーカーなんですよね。丈夫さはあるんですよ。ただ軽いとか薄いだけやったらこうビリビリビリって破れたりしたら困るじゃないですか。せっかく買ったのにビリビリしちゃったらどうするみたいな、結局はまあ安いものはしゃあないかとか言いながらまた買い足さなあかんみたいになるけど、こういうアウトドアメーカーの作ってるのって大体丈夫なんですよね。まあ、なんで大体丈夫なんかっていうと、やっぱりちょっとした工夫とかがしっかり入れ込まれてるんですよ。それは何ですのを言うと、この生地がね、なんかあの格子状にしっかりなってるんですよね。丸バツゲームみたいな感じになってて、まあ、それがあることによってよりこうつるんとした生地やったらそのままビリビリビリって破れていったりしちゃうし、どっかから穴がプチって破れました、ほんならそれ引っかかやってもってあービリ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 って破れる可能性あるけども、こういった丸バツゲームのね、バッテンがずっとある状態になったらしっかり止まってくるんですよね。ギッて止まってくれるから、すごいな、これを考えられてんなっていうのが、これ実は名前がリップストップナイロン、リップ避けるのをストップするリップストップナイロンって言ったりするんですけど、まあ、それが、採用されてるっていうところもこのソフトシェルならではの特徴。大体だからソフトシェルって言ったら薄いんですよ。だから薄いっていうことは破れたらあかんじゃないですか。で男性の方だったら分かってくれますよね。薄くて破れるっていうのはこれちょっとまずいよということになってきますので、薄いんやったらしっかり止めようぜということで、破れないようにしようぜっていうことになってますので、これはしっかり破れないということになっております。まあ、なのでこの辺のことできるメーカーって言ったら、やっぱアウトドアメーカーで言ったらノースフェイスとか、あとはまあパタゴニアとかアウテレックスもそうですし、まあ、じゃあ日本のメーカーとかって言ったらやっぱ岡本とかね、やっぱその辺に関してはかなりしっかりこう破れにくいんだというね、昔から出してるんだよということになってると思いますので、まあ、それはあの今話聞いてて何のことかわからない人はそのままでいいと思うんですけど、まあ、そんな感じになってると。ほんとこれ次がですね、雨とか風とかもしっかり防いでくれるんですよね。だからまあ雨って言っても多少の雨ぐらいでいけるんですけど、大雨とか無理ですよ。だけどまあ多少の雨とかだしっかりこんだけ薄いのに守ってくれるし、風もねしっかり止めてくれるんですよ。こんな薄いのほんま大丈夫と思うじゃないですか。で今の時期とかでちょうど今春なんですよね。春とかちょっと肌寒いじゃないですか。火は出てるけどちょっと寒いなっていう時なんか、僕今さっきこのねフリースの上にこれだけパッて羽織ってねちょっと散歩してみたんですよ。ほんならやっぱりしっかり風をねガチって止めてくれるんですよね。だからこんだけ薄いねんけども、防風性がしっかりあるというか、普通やからソフトシェルジャケットはええのよということになってますので、まあそんな感じになってるっていうのと、で次がですね、この最初のポケット言いましたよね。この胸ポケット、なんかあの形の秘密あるんですよという話だと思うんですけど、この胸ポケットが何かというとですね、実はこの胸ポケットにこのジャケットを収納することができるんですよね。一回ちょっとやってみますね。このジップを開けてひっくり返していくだけなんですよ。あとビューってひっくり返していくと、見てください、あらなんということでしょう。このなんと手のひらぐらいの大きさまですっぽりちっちゃくなるよという感じになってるので、例えばこうやってね男性とかやったらボディバッグ、なんかハンガーも一緒に連れてきたぞ、ちょっとハンガー一回置いておこうか、こうやってボディバッグあるじゃないですか、このボディバッグとかにパンって入れるぐらいにも全然かさばらへん大きさなんですよね。だからスポーンって入れちゃおうかっていうのもできるし、で別に入れてたって 105g しかないからそんな重たいないこともないし、あでも雨降ってきたな、ちょっとこれ着ようかいうこともできるし、肌寒いな着とこう、あでも暑なってきたしええわ言うて、これくるくるくるってシワとかになっても関係なくね、ポンって
れておくんですよ。ほんでまた着たいな思ったらこんな感じで広げてあげれば全然着れたりするので、こういうのはね大体ソフトシェルジャケットって全部あるんですけど、このパタゴニア以外もめちゃくちゃ使い勝手良くないですか。せやから僕春夏といえばもうとりあえずソフトシェルジャケット1着持っといて損ないっすよってよく言うんですけど、まあ、そういうことになってると。でまああとちなみに洗濯とかもね、あの普通に洗濯とか回せるんですよ。だから洗濯機にポンと掘り込んでポンとできたらもうそれ完成みたいな感じになってるので、取り扱いも楽になってるっていうのが良かったりするんですけど、じゃあデメリットとは言いながらもどこが微妙なんかという話をしていくとですね、やっぱり2つあるんですけど、それがまず1つ目何かっていうと、風とか守ってくれるのはめちゃくちゃありがたいし、多少の雨も守ってくれるのはありがたいねんけども、あったかくはないんですよね。だってこんだけの薄さしかないから、そもそも保温力はもう皆無なんですよ、全くない。ただ防風性はあるんですよ、しっかり守ってはくれるけど、中があったかいのって言われたら全然あったかくない。むしろこのなんか風は止めてくれてるけど、生地が薄すぎてこう地肌で着る、だから半袖とかでこうやって着るじゃないですか。ほんならこの当たってるところがなんかひんやりしてくるんですよね。だからもうあったかいジャケットを求めてはる方なんかにはちょっとあんまりどうかなみたいな、そんなあったかくないので、防風性があるって聞くとめっちゃあったかいかなって思っちゃうけど、ただ風は守ってくれるけど暖かさには全然ないっていうところは、まあまあそこは分かっておいた方がいいんかなというところと、次がいくら便利やとは言って、まあ、まあ持ち運びもできるし、でまあ洗濯とかも全然できるから取り扱いも楽なんは分かるんですけども、ただこういうのって結構服装によってはキーヒンして全くキーヒンじゃないですか。ちょっと綺麗めな格好してはる人とか、ちょっと大人っぽい格好してはる人とか全然キーヒンと思うから、まあキーヒン人からしたらいくら便利でも全く見る感じんやろうなと思うんですよ。でも対して結構スポーツやる方とか、まあそれ以外にやったらこう体温調節のためにこう脱いだり着たりレイヤーを自分でやったりする方なんかにはめちゃくちゃ重宝するようなアイテムになってるので、まあこの辺はまあデメリットというかメリットというか、まあ使わん人は使わんかなということは思いますね。でまあそれじゃあおすすめの人はどんな人がおすすめなんかというと、まあ今も言ったみたいに、例えばやっぱキャンプする人、アウトドアする人で、それになったら釣りとかもそうやし、あとまあランニング、そして散歩とかね、やっぱ外で活動する方なんかは持っとって絶対損ないやろなとかいうことは思いますし、あとそれ以外にやったら一日中外におる時とかやったら、まあ例えば単発でねちょっと10分20分外出るだけとかやったら全然いいんですけど、丸1日おったりしたら、例えば梅雨の時期やったらちょっと雨降ってきたりとか、風が一気に寒なってきて、朝晩だったら寒なってくるじゃないですか。ほんで夜なんかいきなり寒なってきたなってなったりしたら、これをカバンからくるくるって出してあげてパッて羽織ってあげればよかったりするので、まあその辺で言うとめちゃくちゃ便利なんですよね。でまあそれ以外の使い方としては、まあ僕そんなにめちゃくちゃスポーツするわけとかじゃないから、まあ言うてしまったらアウトドアっていうよりかは、僕に関しては例えば夏場とかでもめちゃくちゃ冷房を効いてるところとかあったりするんですね。めちゃくちゃ寒い、これ誰に合わせた気温になってんねんみたいな時あるんですよ。そんな時なんかはバスとかね、電車とかで、な時なんかはこれをパッてあのカバンの中に入れとったのをパッて羽織ってあげれば全然寒くなかったりするし、でそれ以外にやったらもちろん春も秋も着れるって考えると、まあ冬はね絶対着れないと思うんですよ。これ冬できたらめちゃくちゃ寒いと思うので、まあ、冬は着られへんとしても春夏秋ぐらいの3シーズンは着れたりするので、まあそういった方なんかにはおすすめのあるんじゃないかなというふうには思いますね。まああのくるくるにあのちっちゃくできるので、まあそれに関してはあの最初に言ってたこのアークテリクスもノースフェイスも同じなんですよ。だからどういうところが細かく違うかっていうのはまた別で喋りますので、まあ、そんな感じでね、あの、まあ、フーディニーがいいっていうのももちろんそうやと思うんですけど、やっぱソフトシェル自体がめちゃくちゃ使い勝手いいので、まあ、1着ぐらいあってもいいんかなというふうに思いますね。ということで最後はサイズに行きたいなと思うんですが、サイズが僕178センチ、69キロで M サイズを着用します。ちなみに今着てるこのスナップティーも M サイズなんですよね。だからこれ見てもらったら、ちょっとなんか僕普段 L サイズが多いんですけど、ワンサイズパタゴニアを下げた方がいいというか、だから L 着てる人だったらパタゴニアでは M で、ユニクロで M サイズ着てる人だったらパタゴニアだったら S かなみたいな感じで、ワンサイズぐらい下げてもらったらちょうどいいと思うんですけど、このねタイプに関して、フーディに関してはちょっと細身なんですよね。だからパタゴニアというとこんな感じでダボーっとしたちょっと大きい感じのイメージあるんですけど、あ、フーディには結構すっきりしてる細身のシルエットなんやなというのがあったりするので、まあ、その辺はね見てもらってご自身で考えてもらったらいいと思うんですけど、まあ、僕は一応 M サイズでまあちょうどいいかなという感じになってます。まあ多分これ春夏秋に着るからそんな中着込むことないんで、まあええんちゃうかなということで M サイズになってるということで、本日はですねパタゴニアのフーディニージャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。